はい、今回は小池百合子がオンライン会見をし学歴詐称を質問させないと大炎上した件、この内容について考えてお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、小池百合子のですね、まあ、A.I. 百合子っていうまあ,あものがありますが、この A.I. 百合子っていうのも実はですね、こういったものに関する事前演習なんじゃないかと、まあそのように考えられるっていうまあこの大きくですね炎上というか批判しているまあこの内容なんですが。 まあ一体どういうことなのかというと小池百合子がですねまあ東京都知事選の公約を発表したまあその内容なんですがあ他のですね東京都知事選に立候補する人たちというのはまあ記者に対して直接まあ質疑というのかねえそれに対して答えるまあそういったあのね今までの従来のものを取ってるんですが小池百合子はそれを取らなかったんですねまあどういうことかというと小池百合子のオンライン会見ということで時間は40分。 でまあズームでですね公約を発表するということなんですが質疑応答の時間は15分だけなんですね。で東京新聞の人がですねこのズームでまあ挙手っていうところをしたんですが全く指名されなかったとっいうことがこれは分かっています。どういうことかというと小池百合子に不都合な質問をする記者あるいはですねそういった質問を一切受け付けないそういったことであると考えられます。小池由里子のですねカイロ大学 学歴詐称問題、記者の人はですねここを追及しようとするわけですよ。あと、例えば小池百合子の神宮外苑再開発、これもですね後ろに三井不動産との利権がある、まあ、そういったことを記者の人たちはおかしいと思ってるわけですよ。僕もリスナー様も思っていると思いますし、そういったことを聞こうとするわけですが、一切そういった質問をまず質問させないんですよね。で、まあ、質問させないんで答える必要もないし。 そういいっったたこととをららて考えられるんですねだから小池百合子っていうのは自分に不都合な質問をしない記者だけを選ぶでそしてその質問にだけ答えるえとんでもない茶番もいいところですで今回のこの小池百合子のえ、まあ、質疑に関して5人が、ね、質問したっていうことなんですがあのこの後でもあるんですがそもそも記者は何人いたのかっていうのもわからないんですよね。 うん、自分に不都合な質問をする記者の質問は一切受け付けない、そんなおかしい話があるかっていう話なわけですよ。で、あの他のです、ね、東京都知事選に出る立候補者の人たちは、記者の,、まあその質疑に答える、そして公約を発表する、そういったことですが、小池百合子に関してはすべてズームでやるってことですよね、ズームでの記者会見、おかしいのもいいところじゃないですか。 記者会見も録録できないような人間が土地とか、本当、笑わせるなよって話なわけですよ。で、これ、あのまあ、小池百合子に5人の、まあ、記者が質問したということなんですが、何人記者がいたのかっていうのもわからないんですよね。で、その先ほどの東京新聞の、まあ、話じゃないですけど、挙手のボタンを押しても、まあ、質問にまあ受け付けない、まあ、そういったまあことをしていたと。 だから、あのなんて言うんでしょうね、カイロ大学、学歴、えー、ね、詐称の件、高級給料がカイロ大学をね、えーまあ、卒業してない可能性が九9 9 9 9 9 9なわけですよ。そういった質問がですね、出てくると答えに詰まるんで、あのそういったものには一切、えーまあ、質問させないし、答えない、そういったこと、だから何をやってるのかっていう、僕たち、えー、国民、あるいはですね、都民の方からすると、お意味不明なんですよ。で、こちらも SNS でかなり話題になっているんですが、 えー、なぜこの小池百合子がこのオンライン会見というのをしたのかこれはズバリ、えー、カイロ大学の学歴詐称の件ですねそういった質問をさせないためなんじゃないかと、えー、いうことでで僕もそう思いますでただあのカイロ大学の件だけじゃないと思うんですよその例えばですねまあ広告代理店でんマルとの関係だったりそのね三井不動産との,、ね、その神宮外苑再開発の件だったり、えー 答えたくないえ、答えづらい質問っていうのがいくつもあるわけですよ。だから、このオンラインっていうのにしたんじゃないかと考えられます。で、えー、まっ、あ、くですね、違う大義名分を語って、希望する全ての皆様に参加し,、えー、していただけるように、わけはわかりませんね。 直接かつ効果的に、その小池恵子は自分の考えを幅広く届けるために、オンライン会見にしたっていうことで言ってますが、全くのデタラメ自分のカイロ大学学歴詐称の件を一切質問させない、そういったものを、ねえー、記者に、まあ、きあの聞かれないための、そういったことだと思います。で、この AI ユリ子っていうね、この AI のやつがありまして、 何かあの小池百合子にまあ似たものをですねニュース的な感じで一方的に話すというのもこれもですね今回の,このオンラインを意識したその事前演習であった可能性があるんですね。でまたですね意味のわからない英語を使って日本語で言えよって思うんですけど皆さんも多分そう思われると思うんですが小池百合子はセーフシティダイバーシティスマートシティ3つのシティを公約の柱として打ち出している。 えー、意味が分からないんですけど、日本語で言え、まあ、そもそも、あのー、この AI ユリコっていうのも訳が分からないし、このセーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ、えー、もう全く分からないし、小池百合子のこの言ってるタワをと別に僕はね、分かろうとも思い,思いませんけど、そんなこと言って単純にカイロ大学学歴詐称の件を、ね、記者に聞かれたくないだけでしょ、それに、えー、答えない、答えないためにはどうしたらいいのかって、そんなことを考えてるだけでしょ。でこの 別の時にお話ししましたが、カイロ大学の学歴詐称の件というのは99.99% 99、コ小池百合子はカイロ大学を卒業してないんですが、小池百合子っというのは背後に創主国、米がいたりです、ね、まあ、カイロ大学、エジプトがいたり、あるいはです、ね、国,際国際金融資本家の大物、ジョージ・ソロスというのがいるんですね。小池キュルとジョージ・ソロスが2人で写真に写ってたことが SNS に上がったことがありまして、このジョージ・ソロスという人物はです、ね、ただ者ではありませんから、 世界の中の国際金融資本家の上の方にいる様子に富豪なわけですよ。それとなぜ小池百合子は2人で、うん、あの写真に写るかってえ他のですね日本の政治家そんなことはまずないというかできないですからねそういったところからもただならぬ関係があ、ねえまあ、考えられるその小池百合子なわけですよだか,らだから小池百合子の背後には外国勢力の力が働きかけてるっいのはこういったことなんですね。で またですね、えーまあ、今回もそうですが、あ常に、えー、と言いますが、小池百合子に対して、まあ、大手と言いましょう、大手マスコミっていうのは、あ批判的なものを一切、えー、質問を投げかけないんですね、だから個人の方とか、フリーのジャーナリストの方ですね、一月つ殺万の佐藤明さんとか、素晴らしい質問を小池百合子にされましたけど、聴導員大学っていうね、えー、本当に、えー、ねその、その名前を出されたら答えられないでしょうから。 ただし、大手のマスコミっていうのは、小池百合子のお、まあ、批判となるようなことを言わない、えー。なぜかっていうと、マスコミの背後に大手広告代理店、デンマルがおりますので、デンマルの指示で小池百合子にマイ,マイナスな質問をするなんていう、多分その通達が出てるんでしょうね。えー、大手広告代理店、デンマルと小池百合子はですね、えー、あのプロジェクションマッピングなるもので、48億円かなんかの無駄な金をね、そこに、えーまあ、投じて、 それで利権でつながってるっていうそういったことがもう分かってますからでここからですねまあちょっとした情報について考えていこうと思うんですが子育て教育にお金がかからない東京へということをまあ言って鯉協力は公約を発表したと40分のオンライン会見だったと。うん あの公約云々どうんぬう同行っていう以前にね、えー、そのこのカイロ大学を学歴詐称してるって、だからカイロ大学を卒業せずに、首席で卒業してるっていう、このね、公職選挙法違反、えー、もうこれがほぼ確定してる時点で、都知事選にまず出る資格がないんですよ、さらに今、東京都知事をやってることすらおかしいんでね、本当であればすぐ辞めるっていう話なんですが、そういったことを多分追及されたくないんでね。うん、だから例えば僕が言ってるようなこと とかあね、記者の方とか、まあ、フリーとかの記者の方はこういった質問するでしょうから、ここまで言うかどうか分かりませんけどね。で、まあ、そういうのを言われたくない、言わせたくないということで、で小池百合子はその東京都知事選に3戦目ということですね、その出馬を表明していて、公約をです、ね、オンライン記者会見で発表したと、もっと良くなる東京大改革3.0、小池百合子が東京都知事やってる時点で良くならねえよ。うん 東京都の出生率0.99どうにかしろと、うん、いうかもう小池百合子はやる時点で駄目だからもう他の人に代わってこれを考えないといけないわけですよ。で、えー、都民のために爆速で都政を進めてまいりますってどん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 東京が衰退するようなことばっかりやるわけでしょ。でこの小池百合子の言い分としてはなぜこのオンライン会見をするのかというと希望する全員に参加していただくためって言いますが質問した記者を5人何人参加していたのかっていうのもわからない。 うん、で小池より子はマスコミとかから非常に多くの問い合わせをもらうとかっていうことを言って、えー、希望する全ての、まあ、皆様に参加していただけるように直接的か,かつ効果的に自分の考えを幅広く届けるために、えー、オ,ンオンラインでと言ってるんですがそうじゃないでしょそれっていうのは表向きのね、えー、違う理由をあの言っているだけだって。 例えばカイロ大学学歴詐称の件を聞かれたくないとかねそういったことであるっていうことはもうほぼほぼ分かってるわけですよでその公約ではセーフシティダイバーシティスマートシティ意味のわからないことを言ってね、うん、避難所改革認知症専門病院の開設行政のデジタル化を盛り込んだ、うん、だからまあこのデジタル化っていう意味でねこの AI 有利子とかそういうねしょうもねくだらないことやってんのかなんだか知りませんけどわけはわかりませんね でこのオンライン会見というのは、ズームで40分で終わったと。で、この質疑は15分で質問した記者は5人だったということで。で 何が問題となっているのかというと例えばこの神宮外苑再開発の件ですよね木をどん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 切っていってその東京の森林を破壊している木をどんどん切るということがおかしいそういったものに関して異議の思っている人いますそしてフリーの記者の方は多分そういうことを思っていると思いますがそういったものは聞かせないし答えない。 でカイロ大学学歴卒業,卒業の件もデ、ね、タ、えー、らめがバレるんで、えー、そういった質問をさせないとで東京新聞の人があ、ねえー、その質問しようと思ってもそういうのを指名しないだつまり質問をさせないっていうことをしていたってことです。 だから、まあ、問題っていうのはいくつもあるんですが、まあ、例えばそのカイロ大学の学歴詐称の件、ね、卒業してないっていうことも,もうそうですし、あとは小池百合子っていうのは、あねえー、長らくもう数年間、東京都知事をしてますが、自分が言った公約を何一つ達成してないんですよ、話にならないじゃないですか、でさらにこの神宮外苑再開発の件、三井不動産と裏で癒着してます、でえー、プロジェクションマッピングっていうのも広告代理店、デンマルと裏で癒着してます、そういったことを一切、えーねえー、追及されたくない。 都民のための政治という名の都民のための政治なの何一つやっていない自分のためで。自分のためだけですよ。自分とその周りにいる利権のためだけの東京統制をやって、それで東京が崩壊してるわけですよ。そして挙句の果てにセーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ、意味わかんねえよ。で、これ多分ですね。 あのフリーの方もここは多分追求しないと思うんですが SNS ではもう少し前から話題になっていて僕もちょっと前に知って、えー、これどうなってんのかなと思うんですが東京都民の貯金9000億円を小池緑は溶かしたっていうことが言われてるんですね、えー、石原都知事の時まで、えー、ねあの東京都民のためにお金を貯めていたそのお金を溶かしたんですね、うん、そういったことも一切触れないんですよだからそんな人間が東京都知事を今やっていることもおかしいしその人間が次に 東京都知事選に出るっていうこともおかしいんで,で、こうやってね、マスコミをうまく裏でコントロールして、記者も入れさせないようにして、不都合なことを聞かせないようにしてる、そういったことをしてることが分かってるんで、えーまあ、東京都民の方ですね、あと日本国民は何としても小池よりこう落選させないといけない、えー、東京都民の皆様にかかっています。 東京都のですねこの都知事選で小池百合子をひっくり返して他の人にして僕は蓮舫さんしかいないと思いますけどそうしてでそこからですね今度自民公明自公政権の政権交代そこにもう持っていかないと東京崩壊あるいは日本崩壊になるその今瀬戸際に来てると思いますので今回はですね小池百合子がオンライン会見をし学歴詐称を質問させないと大炎上した件おそらく、まあ、学歴詐称だけではないですが自分に不都合な質問を させないようにしてるとでこの AI ユリコっていうのがちょっと前から出てきてますがこれっていうのもこういったもののための事前演習デモンストレーションだった可能性があると、えー、まあ僕はそう思いますということでこちらのニュースですね、まあ、かなり注目されているものですので見られた方もいらっしゃるかと思いまして、えー、僕なりに分かったことを思ったことをお話しいたしました最後まで聞いていただきましてありがとうございます今回はここで終わります失礼いたします